皆さんこんにちは、内藤陽介でございます。この度武蔵野大学さんの、障害学習講座の方で切手と浮世絵という講座を、担当させていただくことになりました。まあ、浮世絵というのは、まあ、日本を代表する、まあ、技術の一つでありますけれども、これが日本人の中に深く染み込むようになった、多くの人が、馴染むようになったというのは実は戦後のことであります。でその中で、特にですね、これは国民の生活の中に非常に深く、浸透した大きなきっかけが2つありまして、1つは昭和30年代40年代というのが日本では、ね、いわゆる切手ブームの時代でした。でその時代に、例えば切手趣味週刊ですとか、国際文通週刊といったそういった人気の切手に浮世絵が盛んに取り上げられて、切手自分で集めてなくても周りにやっぱり切手を集めている人が大勢いたという時代ですので、その時に皆さん目にしていて記憶に残っている。であともう1つは永谷園のお茶漬け、これにそのまあおまけにその浮世絵のそのカードがついていたと。これ非常に多いわけですね。でこれがやはり多くの日本人にとって浮世絵に馴染み深い、特に一定年代以上の方にとっては馴染みの深い、そういったものにした大きな要因だったと思います。でそこで、今回のこの講座では、私はまあ郵便学者ということで切手が専門になりますので、主に切手に描かれた浮世絵というものをですね、取り上げて、ご紹介していきたい。でその時にですね、いわゆる浮世絵の解説というだけではなくって、その浮世絵の切手が出た時の世間の反応ですとか、それを通じて当時の世の中がどうだったのかと、あるいはまたちょっと浮世絵の見方というのも、いわゆる美術書とはまたちょっと違った形で、衣装なんかにもちょっと注目をしたお話なんかも組み合わせてしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいということでございます。よろしくお願いします。